全通知第4中学校3年 E 組でした。今年は例年にも増して白熱したゲーム展開がありましたけど、あ、見えました、あちらです。今上げてきます。優勝者は女の子です。菅野 C が43分の激闘を勝ち抜いた今年度の優勝者は女の子でした。笑っています、笑っています。勝利が今はっきりと笑いました。小学4年で母が家を出て行き、中学の入学式で親父が首を吊った。なんだか全部が狂っていたけど、どうすればいいかなんてわからないし、誰も教えちゃくれなかった。おはようございます。なんだ。すいません、遅刻して何も知らなくて。そしていつの間にか俺たちの義務教育も終わろうとしていた。俺さ、やっぱ来てよかったよ。ありがとな。うん、よかったね、ナボ君。はーい、できたよ。おい、なんだよ、これ。
なんか。ノブ。なんだよ。愛着席。着席。着席。皆さん、しばらく。1年の時担任だった北野です。今回もまた B 組を受け持つことになりました。よろしくね。転校生2人紹介します。そっちが川田翔吾君。こっちが桐山和夫君。みんな仲良くやってね。うわ、ふざけんだよ、ここどこだよ。これ一体何なんですか。この人たち誰なんですか。この法律なんだか知ってるか。はい、ダメダメ。この国はもうダメになってしまいました。どうしてダメかというと、死亡していけねえこの野郎。人が話をしているときは静かに聞きなさい。先生、トイレ行ってもいい。もうちょっと我慢してくんないかな、ちぐさ。俺久しぶりなんだから。ふにのぶ、痛かったな、お尻。俺が辞める前、お前ダメだから学校に来なくていいって言ったよな。そしたら本当に来なくなっちゃうんだもん。ダメだよな。ダメなくせに修学旅行だけ一人前に来てもいいと思ったのか。いいか、この国はこの国の分みたいなやつのおかげで一回ダメになってしまいました。だから偉い人たちは相談してこの法律を作りました。バトルロワイヤル。そこで今日は皆さんにちょっと殺し合いをしてもらいます。最後の一人になるまでです。反則はありません。何がおかしい。先生、言ってる意味がよくわかんないんですが、まさかこれって。実は担任の林田先生な、 B 組でこれやることにものすごく反対したんだよ。
大人にならないように気をつけましょう。それじゃあビデオ見てもらいます。練なよ。バトルロワイヤルの正しい戦い方監修 DR 法推進委員会。白岩学園3年 B 組の皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日皆さんは幸運にも今年度バトルロワイヤルの対象クラスに選ばれました。おめでとうございます。ありがとうございます。ではこれからお姉さんがルールについて説明します。よく聞いて正しく元気に戦ってくださいね。今皆さんが来ている場所はこんな形をした無人島です。周囲は10キロぐらいで、住民の人には出て行ってもらって誰もいません。おじおじ動きてんじゃねえ。どいて、どいて。ごめんな、俺が殺しは反則だよな。放送の中ではどのエリアが何時から危ないということを教えますから、もしそのエリアの中にいる人がいたらすぐに外に出てください。なんで危ないかというと、はい、そこで皆さんにつけてもらってるこの首輪です。この首輪は完全防水、耐食性で絶対に外れません。内側のセンサーが心臓パルスをモニターしていて、皆さんの位置や行動を正確に電波で教えてくれます。制限時間を過ぎてもまだ禁止エリアに残っていたり、不穏な行動をとっている人がいたら識別して逆に電波を送ります。すると首輪は警告音を発し、ボンって爆発します。無理に外そうとしても爆発しますので、絶対にそんなことしないでね。バカにすんじゃねえ。やめろ。静かにしろ。説明が聞こえねえだろ。やめろ。なあ、お前は。みんな逃げた方がいいぞ。なんで助けてよ。助けてよ。スーヤ飲め。残念だな。俺これでもノブちゃんのこと可愛がってたんだよ。なんだ七原、その目は。
それからもう一つ大事なこと、このゲームにはタイムリミットがあります。3日間です。3日戦っても最後の一人が決まらない場合、全部の首輪は自動的に爆発します。優勝者はありません。せっかくだからみんなベストを尽くして戦って、絶対にそんなことにならないようにね。はい、ここまでで何か質問ありますか。はい。はい、元渕君、生き残ったらうちに帰れるんですか。帰りますよ。ただし最後の一人だけな。はい。はい、三村君。どうして僕たちが選ばれたんですか。厳正なる抽選の結果です。もう一ついいですか。どうぞ。なんでこんなことするんです。お前らのせいだよ。お前ら大人舐めてんだろ。舐めんのはいいよ。だけどな、これだけは覚えとけ。人生はゲームです。みんなは必死になって戦って生き残る価値のある大人になりましょう。出て行ってもらいますが、その前にこのバッグを渡します。中には水と食料、地図とコンパス、懐中電灯と武器が入っていますので、後で各自確認してね。あ、女の子とか困るから私物も持って行っていいですよ。武器はそれぞれ違うものが入っています。銃やナイフとは限りません。適当に配るから当たりもあれば外れもあります。これはハンデをなくすためです。あっ、これは大当たりですね。お父さんお母さんに言ってあるから心置きなく戦えよ。では出席番号順に出発してもらいます。お姉さんが名前を呼んだら、はいって元気よく返事をして立ち上がってくださいね。男子1番、赤松義雄君。はい。女子1番、稲田瑞穂さん。はい。ずっと友達だよ。分かってる。男子2番、飯島啓太くん。女子2番、宇都宮幸恵さん。男子3番、大木辰道くん。女子3番、江藤めぐみさん。男子4番、小田俊則くん。男子5番、川田翔吾くん。川田翔吾。女子5番、金井泉さん。男子6番、桐山和雄くん。さっさと歩く。何だとお前らもう分かってるだろうけど、こいつら特に要注意だぞ。女子14番、天
藤真由美さん。男子15番七原修也くん。七原修也、校舎の裏で待ってる。どうした、テンド。ねえ、どうしよう、何これ。テンド、水で洗っとこう。なんだこれ、鍋の蓋で戦えってのかよ。私のはこれみたい。ふざけやがって。チキショ、三村とか杉村とかみんな集めて脱出できないかな。無理だと思う。なんで。嫌なやつだと思うかもしれないけど、私だって他のみんなが怖いもん。俺のことは、俺のことも怖いだろう。修也だけは信じてる。あ、ごめん。ノブ君みたく修也って呼んじゃった。ノブ。なあ、シュウヤ。はあ？今、好きな人いるか。なんだよ、お前はいるのかよ。今、ちょっと好きな子できたかもしんない。誰？中川のり子。うちのクラスの。うん。まあいい子だよな。だろ？そう思うだろ。でも あいつ優しいよな。手紙もらった。学校来なよって書いてあって、一緒に修学旅行行こうって。嘘でもさ、誰かに待っててもらえるっていいもんだよな。親父が死んで施設に入ってからずっと同じ部屋だった。野球やめて腐ってた時もギターを教えてくれたのノブだったのに。私が呼んだせいで。違う、あいつ来てよかった。マジ喜んでた。でも俺ノブを助けられなかった。あいつが助けを求めてたのに、何も
このままにはしない。俺ノブの仇を討つ。あいつの代わりに中川を守り抜く。七原くん、ありがとう。結局食べてもらえなかったな、クッキー。沼井たちのグループが桐山を拉致しました。早速始めましたね。本当は北野の手先なんだろ。俺たち殺し合わせよって腹なんだろ。誰が殺し合いなんかするかよな。今のうちに知ってること全部言っちゃった方がいいよ。聞いてんのか、てめえ。こら、ごめんね、さくら。俺何もできなくて。ううん、一緒に来てくれただけで。どうなっちゃうんだろう、俺たち。一つだけわかる。え、私、絶対このゲームに参加しない。誰か助けてくれないかな。わからないよ。行こう。殺す気だったの？え？あ、ごめん。ほら、私みつこのグループとあんまり仲良くなかったから。でもみつこは全然平気。じゃあ入ってもいい？うん、どうぞ。なんだ、三村の写真ばっかりじゃん。やだ。めぐみの向き、これ？
そんなんじゃ人殺せないよね。そんなことないよ。心臓の弱い親父なら一発で結構危ないんだよ。使ったことあるの？まさかね。ごめんね。みつこ！いやぁ！私の武器これなの。マジかなって思ったんだけど、使ってみると意外といいみたいね。隣のうちで吉見と倉本が死んでたの。二人仲良く首くくって。私はあんなの嫌。私絶対あんな風にならない。吉尾、9番黒永博、10番笹川隆平、14番月岡翔、17番沼井充、女子5番金井泉、男子21番山本和彦、女子4番小川さくら、男子8番倉本陽次、女子21番矢作義美、女子3番江藤めぐみ。めぐみ、以上12名。大変いいペースです。なんで？次に禁止エリアです。時間とエリアを伝えるから地図を出してチェックしろよ。いいか、今から1時間後7時に B の5、続いて9時から E の8、11時から F の2。わかったか？みんな、友達が死んで辛いかもしれないけど元気出さなきゃダメだぞ。じゃあまたな。ここが禁止エリアになる。もっと南へ動こう。さあ、殺したのかよ。本当のこと言ってくれよ。なあ、見てただろ、俺が殺したのかよ。事故だよ、事故。スコール2 F のマイナス B クロスマイナスフルト B にしよう。マイナス4変身。みんなやる気なんだ。いいよ、やってやるよ。生き残って、生き残っていい高校入ってやるよ。よせ。俺の邪魔すんじゃねえ。お前らの武器は何や？鍋の蓋。それと双眼鏡。
待て。どこ行くんや。二人を迎えに行く。武器もなしでか。俺の他にやる気のやつが何におる思てんねん。危ないならなおさらだろう。俺たちは行く。はい。牛だ、やめて。アホ。逃げろ。嘘。花原。今の子、花原だよね。うん。花原。することや。今ここでできへんやったらもう誰も信じんな。とっとと逃げや。休憩して食事にしましょう。それじゃあ朝から今まで死んだ人の名前を発表します。第3番大木辰道、20番本渕恭一、女子6番北野由紀子、7番草加由美子、以上4名。平和を呼びかけるのはいいアイデアだったが残念だったな。それじゃあ禁止エリアと時間を伝えます。今から1時間後13時に I の4、続いて15時から E の9、17時から F の1。見つかった。ヒロノ、よかった、やっと会えた。みつこの武器、これ、うん、しょぼいね。よしみ、死んじゃったね。村で倉本と。へえ、見ちゃったの。私はね、めぐみが首切られてんの見たんだ。釜でやられたみたいだったな。みつこ、めぐみの武器持ってない？持ってないよ。でも誰かそこに朝までいたみたいでね。トイレにタンポン捨ててあったんだ。めぐみ脱がしてみたんだけど生理じゃなくてね。みつこ、生理昨日からだったよね。そんなことなんのか。あんたわけんじゃねえよこの人殺しが。ねえ、何人も男加えてるくせに人の取りやがって。よしみに変更させたのもお前だろ。二人に首吊らしたのも本当はおめえなんじゃねえのかよ。ひどい。前からムカついてたんだ。ぶっ殺してやるよ。ちょっと、何なのよ。冗談ならやめてよ。許してよ。嘘で殺すんじゃねえ。もういいや。
がおとなしくしてりゃ調子に乗りやがって泣きゃ泣きはめいでめぐみやよしみじゃやめろ恵の武器これよでもこっちの方が欲しかったんだこの人殺しが殺したっていいじゃない人にはいろいろ事情があるのそれに診療所がある。あそこまで行こう。立てるか。おい、中川。おい、しっかりしろよ。中川。下に双眼鏡か何しに来た よかった残り物の解熱剤でも効くもんやな一つ聞いていいかななんやどうして助けてくれた俺はな医者の息子なんや信じひんの分かってやけど死後が分かったこれが俺のもらった武器なんだ探知機かいい武器じゃん千草か琴引き見なかったかいや見てないそっか邪魔したもう行くの杉村脱出の方法があるかもしれない手伝ってくれないか悪いけど俺は二人に会わなきゃならないじゃあ七原見たらここのこと教えてくれ分かったじゃあ相変わらずマイペースなやつだな千草と琴引きのこと言ってたよねなんで二人なんだろうあいつは千草だと思ったよな くそこういう仕掛けかえ、なんで？
おいおい、なんだよこれ。早く行け。おい、ちぐさ、お前どこまで走るんだよ。私、ずっとひろきの前、走り続けんの。じゃあ俺はずっとお前の背中見守っててやるよ。約束だよ。ちぐさ、何やってんだよお前。こんな時にまで練習かよ。おいおい待てよ、俺たち三田山さんになった仲じゃねえかよ。飯田が自分で撒いたんでしょ。別に嫌じゃなかったろ。なあちぐさ、待ってくれよ、俺と一緒にいようよ。触んないで。気持ち悪いな。逃げると撃つぞ。何それ、バッカみたい。好きなんだよお前のこと、マジ前からいいなって思ってたんだ。まあ嬉しい。生き残ってから顔洗って出直して。じゃあ待てよ、お前さ少女だろ。カッチー、神様今なんて言ったのこのバカ。杉村には女とやる解消ねえもんな。ひろきは関係ないでしょ。俺たちどの道死ぬんだぜ。死ぬ前にさ、前だって一度ぐらいしたいだろう。あのね、そのろくでもないチンコより自分の命心配した方がいいと思うんですけど。俺はこのゲームを試合だと思うことにした。だから遠慮はしない。私だって遠慮しない。今すぐそれ下げて私を行かせてちょうだい。出ないと私はあんたが殺したがってるとみなして全力で戦う。これは警告です。何言うんだよちぐさ。俺はもう人を殺してる。今無理やり犯すことだってできんだ。やってみろよ。大丈夫。私の顔に傷つけたね。ちぐさが悪いんだよ、俺を怒らせるから。そうやって言い訳臭いところが全身全霊大嫌いなんだよ。相手になってあげる。私の全存在をかけてあんたを否定してあげる。ちぐさ、死ぬな、しっかりしろ。神様、冗談だったらやめてください。
俺だよ、ちぐさ。ひろき。誰にやられた？みつこ、気をつけて。ごめんな。何が？ゆうべ、学校の外へ出た後、隠れてお前を待ってた。お前全速力で走り抜けたろ。呼んだんだけど、追いつけなくて。そうだったの。起こしてくれる？ひろき、今好きな子いる？あ、私じゃないよね。違う。そう、じゃあちょっとだけこうしてて、すぐ終わるから。神様、もう一言だけいいですか？かっこよくなったよ、ひろき。お前こそ世界で一番かっこいい女だ。男子16番新田和志、女子13番千草貴子、以上3名。ちょっとペースが落ちてます。先生残念です。今から禁止エリアを増やします。1時間に1つずつになるからよく聞いて間違えんなよ。19時から D の1、20時から C の4、21時から I の3。当然やろ、俺はコックの息子やで。あの、ありがとう、いろいろ。飲むか？いい。話さへんつもりやったけど、いや、俺やっぱり話しときたんやろな。綺麗。同い年？同じクラスやった。神戸五中3年 C 組。3年前この大会が行われたクラスや。じゃあお前、俺はこのクソゲームの生き残りや。俺は必死で守った。稽古、二人生き残るためやったら親友にまで注目だった。とうとうタイムリミットになった時、何かが変わった。
あっ、デコ、デコ、人を信じるいうんはほんまに難しいわ。ただ今でも分からんのは、あの時恵子が残した笑顔の意味や。俺ももらうよ。でもなんでもう一度このゲームに。留年黒田上に拉致されたんや。ゲームを転がす当て馬としてな。けどこの島で目覚めた時、俺は決意した。絶対死なん。今度こそ恵子の笑顔の本当の意味を見つけたるんや。私には。何や。私にはその時恵子さんがどんな気持ちだったかわからない。でも恵子さんはやっぱり俺の名前か。川で川田さんのことが本当に好きだったんだと思う。でなきゃその写真みたいに笑えないよ。そうかな。そうだよ。私が恵子さんだったら川田さんを信じたいし、そんな笑顔の瞬間をくれた川田さんにやっぱりありがとうって言ったと思う。俺な、ほんまにこの島出る方法知ってんで。え、どうやって。それは今言われへん。その時が来たら教える。それまでこれが俺の約束代わりや。それで自分とその子守れ。中川のり子。七原修也。行けせ。誰だあいつ。たぶんあいつや。自分から面白がって参加しようと志願し、前もああいうやつおったわ。準備してみ。いいか、もし3人バラバラになったら高野神社いうのは集合場所や。忘れたらあかんで。捨てとけ。
じゃ済む！ついでに軽トラまでかっぱらってきたけどね。こんなガラクタ一体何使ってんだよ。あらあら時計、何これ。おじからの矢垣だ。俺のおじさんは昔の当主でさ、学校じゃ教えてくれないいろんなことを習ったよ。今もずっと世界の片隅で戦ってるんだけど。冗談じゃない。なんで俺たちの信じ。昔おじさんが国会投げるはずだった爆弾の発火装置だ。俺はこれから俺たちの戦いを始めようと思う。だが時間がない。一緒にやってくれるな。それともお前ら俺と殺し合えるか。本当にみんなで生きて帰れんだな。ああ、このシステムをぶっ壊す。脱出するときはみんな一緒だ。私が見張りしてたらずぶ濡れの七原を杉村が抱えてきたの。で、杉村は？もう行った。会わなくちゃならない人がいる。そうか。今何時？お昼、正午の放送が終わったとこ。川田と中川は今までの放送じゃ呼ばれてない。死んだ奴は俺3回放送聞き逃してる。5人だった。昨夜の放送で小田、今朝の放送で香織と水穂。さっきのお昼の放送で滝口と旗神。それと杉村から伝言、三村や瀬戸が西の廃墟にいて七原に会いたがってるって。三村が、これは七原の地図、チェックしといたから。ここは大丈夫だよ。立てこもってるのはみんな私の仲間だし。はるかでしょ、里見に言うか千里に言うか。
花原、大木とのことね、優子が見てたんだって。ああ、一緒に坂を転げ落ちて事故だったんだよね。当たり前だろ。ごめん、そうだよね。なあ、みんなで川田のところに行こう。あいつ脱出の方法知ってる。信用できるの？あいつ前の大会の優勝者なんだ。もうダメだよ、七原まだ動けないでしょ。これぐらい。今はしっかり休んで、遥と千里がお昼ご飯作ってくれてるからね。手当て宇都宮がしてくれたの？うん。男の体初めて触っちゃった。誰かのこと好き？なんで？七原のことなら何でもわかる。ねえ、この意味わかる？うん。男子がいることに抵抗ある子もいるから、ここ外から鍵だけ閉めさせてね。すぐご飯持ってくるから。ゆうこ、鍵はちゃんとかけたから。うん、ごめん、もう気にしてない。大木のことはやっぱり事故だったって。そうだよね、修也が人殺すはずないよ。そろそろお昼ご飯できるよ。じゃあ、はるか、外で見張ってゆうか呼んできて。みんなで相談したいことあるから。了解。私たち明日死ぬんだよね。何言ってんの、最後まで諦めちゃダメだよ、ね、あの、七原くん、ご飯先に持ってってあげた方がいいんじゃない？そうだね、私はそうよ。ありがとう、優子。痛み止めあったよね。ご飯と一緒に七原に持っていかなきゃ。そこの子だな、私だ。ゆきえ、七原目覚ましたって。よかったね、この子の。何よ、まあ、とまた嬉しいくせに。おお、いい匂い、さすが千里。それちょっと味見。あ、うめえ、千里と結婚しよう。あ、ゆうか、ちょっと静かに。で、ゆきえ、相談って何？うん、七原の話ではね、川田がこの島を出る方法を知ってるらしいの。川田ってあいつ大丈夫なの？まだわかんない。でもとにかく七原が動けるようになったらここを出て川田とのり子のところに。どうしたの？眠んなかったよね。それってみんな
いじゃないもん。私のせいじゃないもん。私のせいじゃないもん。おい、どうした内海、内海どうした、何があった。おい、内海、こんなの全然わかんねえよ。もしもし。もしもし、おじさん。ああ、しおりか。今どこ。ママまた具合悪いんだけど。ちょっと出張でさ、明日まで帰れない。別に帰ってこなくていいけど。切るね。ああ、うん、おじさん電話でも息しないでくれる。匂いがこっちまで来て臭いから。どうした？夢を見たの。どんな夢？誰もいない河原で、北野と二人っきり。そら怖かったやろ。それが北野、なんだか寂しそうで。へえ。私、今まで自分が普通の女の子だとばかり思ってた。普通に結婚して、普通に年取って、お母さんみたいに。
でもこのゲームが始まって今まで何も知らなかっただけだって分かった。なんも知らん方がええってこともあるやろ。雨来るな。七原くん、分かるのかなここ。もっと待ってって言ってんだろ。今日もダメだって。電話もかかってこねえしさ。なんか知んねえけど俺の携帯ボレんだ。ほらここでも電波拾わねえだろ。ご注文は決まりになりましたか。あ、ちょっと待って。かしこまりました。履歴書だって何枚書いたか。もう疲れちってな。どこかけてもすぐ切られるしさ。あ、お姉さん、お水ちょうだい。お水。はい、少々お待ちください。まあ何でも注文しろよ。明日からはお前も中学生だしさ、頑張れよ。頑張れったって何頑張るのか俺何も教えてやれねえけど。あのご注文は。ちょっと待ってってんだろ。はい、場所変えようか。どうしたの七原くん、探してるの。はぐれちゃったの。中川、どこや。誰。川田さん。へえ。二人の王子様に守ってもらってお姫様じゃん。美津子死ねえよブス。うん、思ったより元気そうだな。なんだ、七原も一緒なのか。七原くん、風邪ひくなよ。迎えに来てくれたのか。武器持ってきた。武器？なんで？俺、弱いけど頼りになんないけど中川のそばにいる。のり子を守る。そのために武器持ってきた。柊也、
引きか。琴引き返事してくれ。逃げろ。え、今の音を聞いて誰か来る。逃げろ。なんで杉村君、なんで。かわいいな、やっぱり。何言ってんの、一体何を。お前に会いたかった。本当は、なんとか助けたかったけど。まさか。好きだったんだ、琴引き。ずっと、ずっと、前から。誰も助けちゃくれない。人生なんてそういうもんよね。16番中川由加、19番松井千里、12番谷沢遥、17番野田さとみ、2番内海幸恵、9番榊優子、8番琴引佳代子、11番相馬光子、そして男子はただ一人、11番杉村博樹。以上9名。西の廃墟へ行こう。今ならまだ禁止エリアをくぐり抜けられる。俺、どうしても三村に会いたい。よし。
200本、おまけにプロ版ボンベ3本だ。よし、作り直すのに時間食った。ハッキングソフトサードマン、いけ。どうした、ハッキングです。どこからか分かりません。客探知できないのか。コネクションの数が多くて無理です。通常揃われました。ファイルが分かったりとか GPS 手作りじゃ飛んで。なんだこいつは。ウイルス侵入。システムの勝手にかかられてます。すごいスピードです。ウイルスプレゼン特定不動。人生監視システムフリーズ。首は管理モニターアウト。全コネクションカット。人生では解除されます。どうにかしろ。奴らのシステムが復旧するまで15分。その間にこいつを学校に突っ込ませ、ゲームオーバーだ。おい、今あそこ誰かいた。え、七原かな。七原、きっと杉村に会って俺たちのこと聞いたんだよ。おい七原、出てこいよ早く。出てこ。あいつや。動かんとけ。大丈夫かよ。大したことあらへん。それよりとうとう俺らだけになってもうたな。この島出たらどないする。わからない。ずっと前から俺は大人が信じられなかった。親父にしても母親にしても勝手に死んだり勝手にいなくなったり。俺戦うよ。どうやったらいいのかわからないけどさ、俺がちゃんとした大人になれるまで。お前らには無理や。なんで。俺言うたやろ、誰も新人なんて。ああ、けど二人とも俺を信じすぎだ。お前らの負けや。何の冗談だよ。
俺がこの島で方法へ。悪いけど生き残るために利用させてもうたで。嘘でしょ。恵子さんのことは。恵子なんかおらんわ。あれはお前らを利用するための罠や。どうして俺たちを。ええ感じに見えた。こいつらやったら騙せるっちゅうええ感じにな。おい七原、その銃で俺が殺せるか。ゲームオーバーや。今度こそ。出動準備、死亡確認出るぞ。了解。作戦終了。ですが先生。作戦終了。ご苦労さん。やっぱお前と桐山入れといてよかったな。帰らへんのか。まあそう焦んな。一つだけはっきりさせたいことあんだ。お前首輪のばらし方知ってたろ。何の話。委員会にハッキングしてデータ盗んだやつがいたが、三村じゃなくてお前だったんだ。恵子ちゃんの敵討ちか。いいんだよ、そのためにゲームに乗ったんだろ。でもダメだ、ずるしちゃ。よう、どうだ、楽しかったろ。好きなやつと二人で生き残って。俺はもうやんなっちゃった。学校じゃみんなにからかわれて、家じゃ娘に嫌われて、もうどこにも帰りたくねえ。いっそのことお前らとな、無理心中しようと思ってな。真珠となりゃ中川、相手はやっぱりお前だよな。一人選べと言われたら中川、相手はやっぱりお前だよな。どうした、撃てよ。中川、頑張れ。
中川、頑張れ。どうした？撃たなきゃ撃っちゃうよ。もしもし、しおりか。あのな、俺も家帰んねえから。いいか、人のこと嫌いになるってのはそれなりの覚悟しろってことだからな。無責任？知らねえバカ野郎。最後の一枚。コッキーうまかったな。死んだ場所なのに。船の操縦までできんのかよ。任しとけ、俺は漁師の息子やぞ。このまままっすぐ突っ走ったら嫌でも陸地に着くわ。ちょっと勝ってみるか。もうすぐ別れや。もう二度と会うこともないやろ。どうして？その方がええ。たった3日の付き合いやったけど思い出したくないことが多すぎるわ。川田さん。うん。本当にありがとう。七原。は？ほんまに辛いんはこれからやぞ。ああ、分かってる。急に眠なった。ちょっと寝るわ。お前らに会えて、恵子の笑顔、今ようやく意味が解けた。どんな意味？あいつが残した言葉や。ありがとう。最後に。最後に。川田。川田さん。最後に、友達ができてよかった。Thank you.
べのり子はそっと家に帰り、眠る両親に別れを告げ、机の引き出しから2年前にノブが来たのを刺したあのナイフを持ってきた。今俺たちはお互いに武器を持っている。いつかまたそれを使う時が来るとして、俺たちはやっぱり迷い続けるのだろう。それでも俺たちは今よりもっと前へ進まなくちゃいけない。走ろうか、のりこ。どこまででもいい。精一杯でいいから。走れ。休んでもいいさ、力ためよう。静かに時々